東海ウォーカーチャンネル、俺たちはボーイズ&メンです。よろしくお願いします。ご無沙汰の、ね、ご無沙汰、ご無沙汰しております。チャンネルで登場でございますけれども、はい、食べましたね。お前チョコナッツでお前気分緩んどんじゃねえのか。ちょっと行くことなんで、ね、まだ紹介してないよ。どこにいるんですか。はい、まあ2月ぶりなんですよ。ね、ずいぶんだ ね、 ね、2月ね、だいぶなんですけども、今回なんと、なんと、ボーイズ&メン初めてですよ。なんと海を渡りまして、グアムに来てます。なんかね、誰やもう。そういうやつじゃないから。ちゃんと説明しよう、説明。グアムにいるんですよ。なんでグアムにおんの、ツッチ、はい。それはもちろん、僕たちがグアムの観光大使になったからでしょう。イエーイ、超いい。よくやった。よくやった。ママコの件にするとき。寝ちゃってるんですよ。行ったってよ、ケンちゃん。本当によくわかんないですけど。今回は、でグアムにおんの。ナマコと触れ合いに来ました。はい、ジャニバル。バイジャニバルだって、バカ。はい、違います。ありますあります、ちゃんとありますから。今回はちょっと長くなりそうですからね。今回はボーイズ&メンの第8弾、はいはい、シングル、はい、常夏往来の PV 撮影で来てます。来たからね。PV 撮影でドラムやで、ね、渡っちゃったよ、飛んじゃったよ、すごいね。しかもちゃんとボーイズ&メン普段は学ランスタイルでやってるんですけど、ちゃんと皆さんご心配なくボーイズ&メンちゃんと学ランでグアムに来ました。ありがとうございます。飛行機乗りました。笑われた、笑われたぜ。性格通るの時間かかったよ。でもどうですか、今回今ね撮影の合間ですけど、この常夏往来の PV どういう感じになりそう。もうね、本当にこの常夏の気候を生かした素晴らしい曲になると思う。ちょっと通じから気候なんて言葉が出ると思わなかった。ありがとう。いいよいいよいいよ。よし、次は次は。よしやろよしやろ。まあ、この実際この格好もしますし、うん、こう海をね、でもこうバックにこういろいろ撮ってみたらいいじゃないかなと。うん、天気もね、最高なんだ。最高、見てよ。ね、真っ青。そうよ。空は綺麗だもんね。結構グアムあのスコールとかあるらしいんですけど、撮影中結構ね、こうパーンって晴れてもらって、ね、海底がね、晴れ男や。まあそういうとこも見てほしい、ね、はい、まあ、あとは、まあ、もちろんですけども、うん、メンバーでさ、はいはい、こう寝泊まりしてるけども、うん、みんな仲良くやってるかな。やってるぜ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 。土あ、ツッチ、俺にどっち、俺に聞いたの。どっちに聞いたの。どう、あの、まあ部屋では一回も会ってない。あわいいよ、仲良く、仲良くやってよ。俺今ちゃんと気持ちしてたから、ゆうひ、ん、どうよ。ゆうひどうなの。俺一人部屋だよ。いやいやいや、そうや、そうや、一人なんだよ。こいつ一人やわ。売れてるから。そうや、ゆうひさん売れてるから。いや、まことの部屋になぜかゆうちゃむがいる。そうだね。なぜかちょっとさ、なんかすごいさ、かまってかまってしてくんの。逆だよ、たらい回し。たらい回し。なんで柔らかいやで、出てくださいよ。みんなこう、でも聞いて、いいよ、ゆうちゃんもいるといいよ。あの、ソファーで寝てた大輝にちゃんと布団かけてあげたから。だけど違う違う、その布団かけるまでのプロセスで、なんか大輝ちゃんってあの上に座ったりとか、だいぶ鬱陶しいことしてたから。あ、そうだね。丁寧るわ、そんな。てか、ナマコが優しかった。ナマコが立てる、ナマコは立てる。あ、でも、で朝4時ぐらいからもうずっと1日さ、いろいろ撮影をして、大変ですよ、やってるということで、まあ、ただし、ただ楽しいだけじゃなく、ちゃんといいものを作るために一生懸命頑張ってるんで、ボーイズ&メンね。ただ、あのちょけてるだけじゃないと。違うよ。これも今、から元気ですから。そうよ、よし、よし、いやいやいや。まあでもね、そんだけある、まあ、楽しみでもありますけど、どうやって仕上がってくるのか、はいはい、今回のこの常夏往来新曲ね、第8弾シングル、はい、これはですね、4月25日発売でございます。はい、はい、ということで、まあ、曲もそうですけれども、うん、PV も、まあ、一緒にね、応援してもらって、うん、この常夏往来を一緒に覚えて盛り上げてもらえたら嬉しいので、応援よろしくお願いします。よろしく。以上、ボーイズ&メンでした。またね。ちょっと待って、これなんか変なの、変な、マジで流れてたよ。何、ちょっと待って、ちょっと待って、これ今回ってる。え、これ何、前に言ったら緊急な感じの、何、
じゃあ行きます。じゃあちょっと待って、あのみんな見ないでしょ。ちょっとあの見ないようにしよう。じゃあ俺だけ読むから。はい、マサルお願いします。頼ます。お前何やってナマコを守りにしてこい。行くぞ。よし。何これ本当に研究、うん、発表みたいな。ボーイズ&メンの諸君、ご機嫌いかがでしょうか。ご機嫌ようだよ。どうだ、どうした。諸君の活躍はテレビ、ラジオに新聞と、いろんなところで拝見しています。マネージャー誰誰だよ。最近のメンバーの気になる部分といえば、ケンちゃんの歯が異様に白いこと。あ、確かにそれは気になる。まあ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 、確かにね、視覚的に。なんでスタッフさんが別に言わんでもいいでしょ、別に。そうな。大輝は見かけによらず大食いなんだなぁ。なんだそれ。ゆるいわ。なんだそれ。ツージーのビーチクは意外に小さいんだな。ちっちゃくねえよ。ということです。そうやろ。確かにちっちゃい。何を気になっとんの。そうそう、確かに。ちょっとそれが気になってもう先行ける。さて、この手紙が渡されている頃、諸君はグアムで新曲の PV 撮影真っ只中だと思います。そうなんですよ。唐突ではありますが、7月に発売する新曲の発売を記念し、そして日頃より頑張っている諸君に素敵なプレゼントをご用意しました。おー、なんだよ。これ以上やろ。いや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 、ビーチク大きくできるぞ。そこじゃねえ。次回海外旅行とかじゃない。どうする。マジで。なんだろう。なになに。これすごいぞ。ちょっとみんな、ほんとみんな見てない、見てない。ちょっと、ちょっとみんな、みんなちょっと間に入ろう。せね、これね。じゃあ前列。じゃあお前まず。なっこいぞ。いいよ。行くぞ。行くぞ。心して聞けよ。オッケー。ご褒美な。俺たちへのご褒美です。何だろう。来月。来月。7月19日。土曜日発売の東海ウォーカー夏休み特大号。ボーイズ&メン。もしかして、待って。よーし、行くよ。来たー。よーし、よしだね。よし、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 守ったりして。ほんまに、ほんまに。教師じゃん。教師。ほう。マジでですね。ですね。驚いているところ、喜んでいるところ、申し訳ないのだが、何何何。ボーイズ&メンは裏表紙、B 面起用となります。待ってよ。待ってよ。すごい東海ウォーカー。じゃあ俺ら本当にあの東海ウォーカーの表紙飾るの夢だったんだって。夢だ。じゃあまだしかも、はぁ、もう後ろ向こうね。じゃあ後ろ向くわ。いろいろあるかもしれない。読むよ。通常の表紙イコール A 面は、もうね、大事な話してる時に通るって。楽しみだよ。楽しみ。イエーイ。何って、何。超間が悪い、もう。通常表紙の A 面は、大物俳優を起用する予定となっているので、あしからず。すいません。それはもう、ちょっと円やってご存知、ご存知。知らないけど。ただ、東海ウォーカー史上初となる、ダブル表紙企画での B 面起用となるため、注目度は抜群。おお、ダブル表紙なんだね。そういうことか。もう先それ言ってよ。だからもう見れる。裏なんだけど、裏なんだけど両方表紙。なるほどね。じゃあ大物俳優と俺らボーイズ&メンみたいな感じだ。そうそう。肩並び取るだけ。なるほどね。それは嬉しい。ボーイズ&メンにとって記念すべき号となることを間違いなしです。間違いないでしょう。間違いなしですぞ。ですぞ。間違いなしですぞね。終わり？まだある。最後にもう一つ。まだあるの？表紙に起用されるのは、そういうのやめよう、マジで。
選抜されたメンバーとなります。何それ、どういうの、そういうのやめようよ。でもそれどういう基準で選抜するかによる。何人かにもやる、うん、帰国後すぐ、スチール撮影に入りますので、グアムでの、PV 収録の頑張りを、選考における評価基準といたします、水着の女性を目で追ってばかりいる、タムタムなんか怪しい。まあお前はもう無理だな。そうやな、もう無理だわ。俺もうなんならさっきあの水着で歩いてた人にチラシ配りに行っちゃった。成長した諸君と久しぶりに会えることを心より楽しみにしております。東海ウォーカーチャンネルディレクターおっくんより。おっくん一人消えたな。十分の何やろ。一人消えた。十分の何やろ。じゃあいやでもさ、俺はやるときはやるし、ちゃんと配るときは配るだから。だからやるよって言ったときに遅い人とか、回ってるときになんかわーとかなっちゃったりとか、なんかいろいろあったらもういろいろどこもだ、いろいろもう何全部取られてるね。何取られてるかもわからん。でも本当にまずさ表紙ね、裏表紙。そう裏表紙だから。ダブル表紙。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ただ。これ選抜メンバーが、なるほどね。今後、この中の誰がなっていくのかっていうところも、まあ今ご覧になっている皆さんには注目していただければなと思います。今後ともまあいろんなこと頑張っていきたいと思いますので、表紙も目指そうね。そう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 、本当にそれ目指していきましょうよ。頑張っていくボーイズアメ、来年は日本会社もありますし、応援よろしくお願いします。お願いします。よろしく。じゃあ、ボーイズアメでした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。おっくん、帰国したら撮影行くね。どうぞ。あ、ダメ。大丈夫。大丈夫。生届け。